皆さん、こんにちは。ロストニュースのお時間です。10代の頃から吉本新喜劇に出演し、吉本所属の女芸人として現在も活躍し続けている山田花子さん。山田花子さんは2010年にトランペット奏者と結婚し、現在は2人のお子さんの母親です。しかし旦那さんがいわゆるダメ夫で、驚いてしまうようなエピソードが数々あるみたいです。今回はそんな山田花子さんと旦那さんについてご紹介します。それではどうぞご覧ください。まずは山田花子さんのプロフィールからご紹介します。本名福島京子、生年月日1975年3月10日、現在47歳、出身地大阪府堺市北区、血液型 A 型、学歴大阪府立福泉高校、所属事務所吉本興業。山田花子さんは中学生の時、バラエティ番組4時ですようだに素人として出演したのをきっかけに芸能界デビューを果たします。その後ダウンタウンのごっつええ感じに吉田ヒロさんの後任としてレギュラー出演するなど、徐々に活躍の幅を広げていきます。山田さんは中学生から活動しているため、年上の後輩が多く、ナインティナインの2人や宮川大輔さんなども後輩で姉さんと呼ばれています。意外なことに山田花子さんは高校卒業後はプロレスラーを目指し、女子プロレスの練習生になっています。ところが受け身ができなかった山田さんは、練習中に頭蓋骨を骨折する重傷を負い、プロレスラーへの夢を断念しています。再びお笑いの世界に復帰すると、吉本新喜劇でその才能が開花し人気急上昇、女芸人として確かな地位を築きます。カモンや汗ばむわーなどのセクシー口調のギャグが受け、バラエティ番組での毒舌キャラも人気を博しました。世間一般で美人と言われるタレント女優に対して暴言を吐く、同列に扱う先輩タレント大御所を呼び捨てにする、慣れ慣れしい口調で答える、知ったかぶりをしてたどたどしく言い間違えてボケるといったギャグも山田花子さんの持ち味です。そんな山田さんは2010年に35歳で結婚します。お相手はトランペット奏者である福島雅樹さんです。当時女芸人として結婚できなそうなキャラと言われていた山田さんの結婚に、芸人仲間から驚きの声が上がりました。夫の福島さんは山田さんよりも4歳年上で、大学在学中には小沢征爾さん指揮のオーケストラに出演するなど、実力が認められていたトランペット奏者です。大学卒業後はドイツに留学し、交響楽団の首席奏者などそうそうたる師匠の下でトランペット奏者として活動し、帰国後はフリーの国内外のオーケストラへの出演やトランペット講師として活躍しています。そんな福島さんと山田さんの出会いのきっかけはトランペット教室でした。2005年テレビ番組の企画でトランペットを習うことになった山田花子さん。そこで講師である福島さんに出会い、山田さんは一目惚れしてしまったのです。後日山田花子さんは、福島さんはドストライクのイケメンだったと語っています。一目惚れした山田さんは一生懸命アプローチしましたが、最初は全く相手にされませんでした。全く振り向いてくれない福島さんに対し、山田さんはなんと2年間もラブレターを送り続けたそうです。そしてついにその努力が実り、2008年に交際がスタートすることになります。やっと交際することができた山田さんですが、彼氏ができたことに浮かれ、彼氏のことばかり考えてしまうようになり、新喜劇の仕事に支障をきたしてしまいます。そしてついにそのことを芸人たちからバラされてしまいました。しかし世間は本当に彼氏の存在がいるのか信じられていなかったようで、芸能ジャーナリストの井上公造さんは、マスコミも交際に対し半信半疑で取材もしていなかったと語っています。そんな世間をよそに順調に交際を続けた2人は2010年5月に結婚を発表しました。本当に誰も取材をしていなかったため、当時山田さんの結婚相手は放送作家ではという噂が出るほど予想外の発表だったようです。2人は結婚する前年に東京の調布市に
マンションを購入して同棲しています。マンションの頭金は山田さんが払い、月々のローンは福島さんが支払っていると言われています。そして山田花子さんは2012年6月に第一子となる長男を、2016年5月には次男を出産します。ここまでは順調な夫婦生活を送っているように見える2人ですが、山田さん夫婦は離婚の危機を迎えていたという噂があるのはご存知ですか？その原因は目に余るほどの夫の福島さんの行動のようなのです。どうやら2人には一般的な夫婦では考えられないルールがあるそうです。真偽のほどは定かではありませんが、キスは1回1000円、夫婦生活は10万円というルールがあると言われています。さらには夜10時以降の会話は5000円とも言われており、にわかには信じられません。これは夫の福島さんが取り決めた夫婦の間のスキンシップの値段だそうなのです。このルールを聞いた視聴者からは、旦那がクズすぎる、ひもだろと批判されていましたが、さすがに当然かと思います。先輩芸人が山田さんに出産祝いを渡した時には、祝い金はその時の資金にできますわと言われたと語っています。先輩はそれでええんかと心配したそうですが、山田さんはニコニコするだけで、周りの心配をよそに本人は納得しているようです。どうやらトランペット講師である福島さんは現在安定した収入がないようで、家計や飲みしろ、遊ぶお金まで全て山田さんが負担しているみたいなのです。ある時、山田花子さんはハンドクリームからリップクリームから旦那だけ高いやつを使うんです、私は安いのを使ってるのにと、福島さんの高級志向に対し愚痴をこぼしていることもありました。また家計を考え、1800円の美容室で節約する山田花子さんとは反対に、福島さんは大阪から東京までわざわざ髪の毛を切りに行くなど、庶民には信じられないような散財もしているようなのです。女性好きで有名だという福島さんは夜の街にも頻繁に行くらしく、その豪遊費用も山田さんが支払っているそうです。さらには福島さんのトランペット教室の生徒募集のためのホームページを100万円もかけて新しくしたそうなのですが、あまり効果がなかったことも告白しています。他にも福島さんは浮気を公言しているらしく、バラエティ番組で山田さん本人が浮気してるのと尋ねると、してると答えるんですと発言されているくらいのようです。さらに福島さんは子供嫌いで、自分の子供の面倒を一切見ないなど、数々のダメ夫エピソードが飛び出してきます。山田花子さんは売れっ子芸人ですので、年収や貯蓄も桁違いだと思われますが、そこに甘えているような旦那さんのエピソードは信じられないようなひどい話ばかり。このようなエピソードが多数ある2人ですが、実際は山田花子さんが家庭の主導権を握っており、結婚4年目のある時には福島さんはカカア殿下だと語り、トイレ掃除や食器洗いなどの家事や子供の保育園の送迎なども自分がやっていると語っていたこともあるようです。しかし実際にはこの家事に対しても山田さんが福島さんに賃金を払っているという噂があるんです。どうやらテレビ番組で撮影するような時だけ福島さんが家事をしているのが真実だと言われています。一方、福島さんは金銭面でも山田さんのカカア殿下ぶりをいろいろ暴露しています。月3万円のお小遣い制で、1日に使える額は1000円くらい。福島さんは缶コーヒーや牛丼を食べたらなくなっちゃうと不満を漏らしています。しかし実はお小遣い制になったのは、結婚当初に高額なトランペットを勝手に共同口座から購入したことがきっかけだったようです。そんな2人の間には今までに何度も離婚の噂が出ているのはご存知ですか？以前、福島さんが離婚したいと女友達に相談したことがあったそうで、それを知った山田さんが福島さんを問い詰めたそうです。福島さんは開き直り、山田さんに向上心がないから離婚したいんだと言い放ったそうです。本当は逆なのではないかと思ってしまうエピソードですよね。こんな福島さんなので、山田さんを可愛がる芸人仲間からは以前から離婚を心配する声が上がっているようです。それでも夫にどんなひどいことをされても
周りから離婚を勧められても、山田花子さんは福島さんが家にいてお帰りと出迎えてくれるだけでいいんだと語っているのです。そこまで福島さんに惚れているということなのでしょう。しかし旦那さんのこれらの行動にはさすがにこちらも心配になってしまいます。こんな数々のダメ夫エピソードのある福島さんが旦那さんの山田花子さんですが、周囲の心配をよそに現在は順風満帆な夫婦生活を送っているようです。これまで東京に住んでいましたが、2016年に大阪へ引っ越し、吉本新喜劇にも復帰を果たしています。大阪に帰ったきっかけはお子さんたちで、長男がもうすぐ小学生になるので学校は慣れた大阪がええなと思いました。東京だと親がこんなでいじめられるか心配だったと話しています。大阪へ戻ることを相談された夫の福島さんはついていきますと即答したそうです。引っ越しに際し結婚前に購入した東京都調布市のマンションを売却しましたが、東京オリンピックにより地価が上がり、購入した時よりも高い金額で売れたそうです。その売却資金で大阪にこれまでより広い自宅を購入したといいます。福島さんは現在もあまり子育てに参加していないようですが、山田さんはとても教育熱心で、将来子供たちを東京大学に入れたいと語っています。山田さんは将来いろんな職業の選択肢を作ってあげたい、東大に行けたら政治家にも医者にも何にでもなれるからと語っています。山田さん自身は周りからどんなに離婚を勧められても、結婚してくれただけでも十分に嬉しい、死んでも離婚する気はないと言っているそうですが、やはり周囲は心配し続けているようです。いかがでしたか？今回は吉本の人気女芸人の山田花子さんのちょっと変わった結婚生活と旦那さんのダメ夫エピソードをご紹介しました。福島さんには心を入れ替えて子育ての手伝いをし、山田花子さんには少しでも幸せになっていただきたいと思います。皆さんはどのように思われましたか？ぜひコメント欄にて教えてください。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が気になっていただけた方は励みになりますので、チャンネル登録と高評価をお願いします。それでは今日はここまで。また見てくださいね。